はいどうも、今日も元気にバトレやっていきましょう。チャンプルーです。さあ本日はですね、動画のタイトルにもある通り、あるモードでやっていきます。その名もミラーモード。まあこのテレビの画面はね、反転させることができないんで、編集の方で反転させていくんですけども、今回はそのミラーでやっていきます。鏡の世界へレッツゴー。はい、というわけで今鏡の世界になってると思うんですけど、こっからねやっていきましょう。さあ全てが反転している。文字もキャラも何もかも反転してます。あら、左利きですね。はい、もう反転してる時にはもう左利きなんで、もうあえて先に行っちゃうっていう。てかキャラがさ左手で持ってるのってなんか斬新じゃない？あとさ、こうやってさ、なんていうの、ステージも反転してんのやばくない？あ、やべ、ケツ打たれる。おい、鏡の世界のヒロキ、なんだお前は。鏡の世界でもみんな楽しもうか。おら、オッケー、はい、さあ来い。さあ置いとくで、バイバイ。いやー、鏡の中の世界でも強いですね、かけるくんは。こことかもう文字めちゃくちゃになってると思うよ、反転して。さあ続きまして、格闘 B 決勝やっていきましょう。なんかね、反転するだけでステージも新しいステージになってるんじゃないかっていうぐらい、なんかそんな風に錯覚してしまいますね。さあはるかくん、鏡の世界の様子はどうだ、楽しいか。鏡の世界は楽しいですよ皆さん。なんか斬新だね、鏡の世界って。さあ、はるかをやっつけて。なんでしょう、お、来るかね。おら、さあ、これでいいでしょう。さあ、ちょっと先に行き過ぎたか。よっしゃ、これで倒しましたと。いやー、逃げますね。よっしゃ、結構な神回避見せていく。おっしゃい、当てていった。おー、しかも落ちた。ひろきくんは本当落ちるのが好きですね。あら、また飛び降りた。俺今回何もしてないのに。よっしゃ、バイバイ。オッケー。やっぱね、ピロキくんは飛び降りるのが好きですね。やっぱりピロキくんってば、飛び降り者なんだから。さて、格闘 B 準決でいきましょう。いや本当新ステージで感じするわ。よっしゃ、行くぜ。さあ、いつもの 2P をやっつけて、ついて落として無双乱舞って感じでやっていきましょう。あ、ちょっと待って、今後ろのやつ何もいなかったよね、多分。よかった、それでちょっとテンパった。あ、なんか当たった。オッケー、飛びパチして落として、当たるかな。よっしゃい、さっきからディメンションブレイク不発なんですけど。よっしゃい、さあこいつはランブちゃんと当てていきたいですね。よっしゃい、さあこんな感じでいいでしょう。
なんかキャラもね反転してるからちょっと違和感感じるわ。違和感を感じるってなんかあれだね、二重表現だわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。